はい、それでは11月30日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。今日はエジソンの言葉をお送りさせていただきます。エジソンは電球を発明するまで1万回失敗したと言われています。あるインタビューで1万回も失敗したそうですが苦労しましたねと言われました。まあ、それに対してエジソンはどのように答えたかというと、その方法ではうまくいかないことが分かったんだから失敗なんかしていないと言ったんですね。で、これは宅建の勉強にも通じる部分があります。勉強してきたけど今年の試験で落ちてしまったというのであれば、これまでの勉強の仕方が間違っていた、これが分かったんですよね。っていうことはこれは失敗ではないんですよ。うまくいかない勉強法が分かったということだから失敗なんかしていないんですよね。同じことを繰り返したらそれは失敗になりますが、これからの勉強で合格するための勉強法に変えることができれば、それは来年の合格につながります。その勉強法については毎日の3問でもお伝えしている理解学習です。毎日の3問だけでは正直問題数が足らないんですよね。なのでそれ以外の問題でも理解学習をしていく必要があります。個別指導では過去問15年分について理解学習を実践していただけるようにしています。勉強量も勉強の質も合格するために十分なものとなっています。明日12月1日に入りますと個別指導は値上げになってしまいますので、来年合格するためにもこの機会に一緒に勉強しましょう。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらご確認いただければと思います。では問1ですね。 A が B に対する賃料債権につき内容証明郵便により支払いを請求したときは、その請求により消滅事項は更新する、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。内容証明郵便により請求した場合、つまり催告をした場合、6ヶ月間は時効の完成が猶予されます。つまり6ヶ月間は時効により消滅しないってことなんですね。時効消滅しませんよってことです。ただ催告をしたからといって時効が更新されるわけではないんですね。つまりまた1からスタートっていうわけではないんですよ。だから誤りなんですね。今回の問題は催告することによって時効が更新されるって書いてあるから誤りです。時効更新するためにはこの6ヶ月間この間に裁判上の請求などをする必要があるんですね。でも詳細の解説については個別指導で解説させていただきます。個別指導の受講者様は受講者専用のメルマガで関連動画について動画解説をしています。この動画で理解をしていきましょう。で、問2ですね。宅建業者はその事務所ごとにその業務に関する帳簿及び従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときはそのどちらも閲覧に供しなければならない、丸か×かという問題です。この閲覧に供さなければならない、これどういうことかというと、見せなければならないって言い換えると分かりやすいです。つまり取引関係者から、帳簿見せてくださいとか従業者名簿見せてくださいって言われたら見せなければならない、丸か×かという問題なんですね。で、答えは×です。従業者名簿については見せないといけないんですね。一方で帳簿についてはそのような規定はありませんので見せる必要はないということなんです。で、お客様に帳簿を見せないといけない、これおかしいってことはこれ分かりますよね。この帳簿っていうのはいわゆる取引相手の名前だったり住所だったり電話番号だったりってこう書いてあるわけですよ。つまりお客様情報が書いてあるわけなんで、そのプライバシーを取引関係者に見せるってことになるわけなんですね。まあ、これおかしいわけですよね。だから帳簿については取引関係者から請求があったとしてもこれは見せなくてもいいですよっていう話です。まあ、これは基本中の基本の問題なので解けるようにしておきましょう。で、問3ですね。用途地域の指定のない区域内にある建築物で安全上、防火上、及び衛生上、支障のないものについては、建蔽率の制限は適用されない、丸か×かという問題です。これ答えは×です。まあ、今回のようなこの規定ってないんですね。ルールはありません。まあ、結論から言ったらもうそれで終わりなんですね。ちょっと似たような内容で言うと、公園とか広場、道路、川などの内にある建築物で、特定行政庁が安全上、防火上、及び衛生上、支障がないと認めて、許可したものについては、建蔽率の制限は適用されません。まあ、特定行政庁が許可してるんだから、まあ、これは建蔽率の制限はなくてもいいよと、考えなくてもいいよっていうことなんですね。
で、この問題についてはわからないかもしれませんが、まあ、そのまま覚えていただいて大丈夫です。で、特定行政庁っていうのは市長とか知事とか、まあ、そういったイメージで問題ございません。で、今回改正民法の内容出てきたんですけども、改正民法をやはりですね、見ていると、まず覚え直しをしなければいけないわけですよね。で、さらに理解をしなければいけないっていう、二段階を踏まなきゃいけないんですよ。これまでの普通の民法であれば、そのまま理解していったらいいだけなんですよね。ただ、今回改正があったことによって、これまで勉強している方は、覚え直しプラス理解の二段階やんなきゃいけないから、ちょっとめんどくさいんですよね。となってくると、やはり時間がかかるんですよね。これは独学でもそうですし、予備校通ったとしても同じなんですよ。予備校通ったら、理解しなければいけない内容まで、教えてくれるって思っている方いると思うんですけども、実際はそこまでは教えてくれないんですね。で、まあこれ教えてくれないというよりも、教える時間がないんですよ。細かいところまで教えるってことは時間かかりますよね。で、そうなってくると、そのカリキュラム通り進まなくなっちゃうんですよ。だから、先生も教えたいけれども、時間的に教えれないんですよね。一回の授業で2時間とか3時間ってなった時に、その中で教えなければいけない、つまり今日進まなければいけないスケジュールってあるんですよ。で、そのスケジュールをこなすためには、理解すべきところまで教えているとスケジュールこなせない。スケジュールこなせないってなってくるとずるずる遅れてきますよね。そうすると試験に間に合わないってなってくるわけですよ。先生はそれを一番避けたいんですよね。だから結果的に理解すべきところまではお伝えすることができずに、その部分については独学の方と同じように自分自身で調べて理解をするってことをやんなきゃいけなくなっちゃうんですよ。だから結果的に独学の方も予備校の方も、まあ、通信講座の方もそうなんですけども、自分自身で理解をするために専門書だったりとか、法律事務所とか弁護士さんのサイトとかで調べなきゃいけないってことになりますので、まあ相当時間はかかるんですね。まあそれを踏まえた上で勉強の計画って立てていかないと理解できずに間に合わないってなりますので、その点注意していただければと思います。これ何度もお伝えしても、やはり理解学習をしていない方がもうほとんどなんですよね。で、そうすると、15% の合格者には入れずに、85% のやっぱり不合格者の方に入っちゃいますので、重々やはりですね、その点は注意していただければと思います。なので、予備校通っている方も、通信講座の方も、独学の方も、自分自身で調べるの難しいなっていう方は、ぜひ、個別指導ご検討いただければと思います。予備校通っている方、まあ、二重にね、お金を払うってことになるんですけども、実際いらっしゃいます。やはり名前で言うと、まあ、レトスと大手の予備校って言ったら、大手の予備校の方が有名なんで、はじめそっち通っちゃうんですよ。でも結局理解できないっていうことで、まあ、弊社レトスと併用して勉強するっていう方もいらっしゃいます。なんで、もし来年絶対合格したいっていうのであれば、ぜひ個別指導ご検討ください。個別指導は動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認いただければと思います。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。